松城や住宅は、静岡県沼津市戸田にある歴史的建造物である。松城邸とも呼ばれる。2006年7月5日に、母や、文庫像、門などの建造物7棟及び土地が、国の重要文化財に指定された。明治時代の木川と松城や住宅改善業を制御とした商家の邸宅で、屋敷構えが全体的によく現存している。 中でも1873年の母屋は和風建築を基調としながら外観はベランダを設けた義用風建築という特徴的な設計となっている。屋敷内の壁や天井のランプ吊りに静岡県を代表する固定し、入江町八の固定が数点残されている。2018年から2022年にかけて修復工事を実施している。松城屋は戸田村で 海鮮漁を営み、江戸時代後期には戸田から、江戸や瀬戸内方面への船を運航していた。1818 18年から1829年に、起こった飢饉で、当時の当主は紀元平作ちんが資材を投じて、戸田村を救ったことにより、松城の生徒縦脇を、領主から許可され、松城平作と名前を変え、それ以降松城や後継の名前は代々、松城平作となる。 二代目松上平作は事業を米や穀物食品の輸送販売に拡大し、大阪、兵庫、中国地方へ交易を広げていき、現在の松上邸を建てた。三代目松上平作は、伊豆浦汽船会社の社長、田形軍会議員、静岡県会議員、1912年に衆議院議員、戸田村長を務めた。地元の大工である上田義平によって、 1873年に上等されたことが建築時の胸札から判明している。日本国内最古の義用風建築である。1872年のものと思われる仮想図が残されているが、邸宅の西側以外には戸田大仙から水路が引かれており、南門には船付き石が設けられていることが図からわかる。1999年に おもやを含む7棟が国の登録有形文化財に登録された。その後、2006年7月5日に敷地内にあるおもや、店、文庫像、東土像、北土像、門、平野7棟の建造物及び土地が国の重要文化財に指定された。2016年に保存修理事業として計画が立てられ、9月より調査が開始された。 2017年3月7日、建物の保全と耐震化、調査を目的に、初の大規模修繕工事が始められた。母屋は、半解体、北土蔵、東土蔵、石塀などはすべて解体し、部材の修復を行った上で2022年3月までに復元する計画である。ポルトガル製の2階の天井クロスは張り替えられる。 東京都荒川区に本部を置く文化財建造物保存技術協会が設計、管理を担う。大規模改修は1873年の完成以来初めてである。工事により非公開とされる前まで、松城や住宅は月に2回の一般公開を行っていた。2016年4月から6月の3ヶ月には、 前年の同時期に比べ1.4倍の98人が見学に訪れている。修繕工事中も年1回は工事の進捗状況を紹介する、説明会を実施するとしている。母屋、店、文庫像、東土像、北土像からなる、建物群と外周の石塀、石積みの庭塀からなる。現存する蔵は2階建てで味噌や米を貯蔵するためのものだった。 以下の建造物7棟及び土地が、松城や住宅として、国の重要文化財に指定されている。建築データの出展、松城艇1階の平面図商城艇2階平面図主屋の、間取りは、以下の通り。南を正面とし、東端に土間を設け、その西に位置する床上部は、南北2列に部屋を設ける。南列は、東から西へ、広間、本玄関。 座敷の三室があり、座敷の北に上段の間がある。上段の間には床、棚、不所院を設ける。北列は広間の北に中の間、その西に仏間がある。仏間の北には前南度、前南度の西に奥南度がある。平城の入り口は土間にあるが、客用入り口の本玄関の前には霧妻作り、怒り破風の日差しを設け、敷台が前とする。このか当面北よりに、 釜や西面北寄りに便所がそれぞれ突出する。主や2階の西側は、中央の柱をめぐって、他の地型に4室を配する。このうち、北東の室は、海岸室を組み込んだ変形8畳北西の室は10畳南側の2室は共に8畳である。これら4室の南北には縁を設ける。2階の東半部は、北に6畳2室。 踊り場を挟んで南に六畳一室を設ける。二階の外壁に見られる三つの窓のうち、右端の一つだけが本物の窓である。左側二つは外観上のバランスを取るために漆喰で描かれた窓となっている。二千二十年三月の段階では撤去されているが、かつて二階西側南面と北側にはバルコニーが、最低三階は千八百七十三年から九十年間で、 改造されている。当初は西洋式のバルコニーを真似て建築したためかわなものであったと推定される。胸端瓦については松城屋の家門である木工門は使われている。母屋については2階天井にはポルトガル製とされる幾何学模様の紙が一面に貼られており、これは明治当初の輸入品と言われている一方、2階の床は畳敷きとなっている。 また、2階に設置されていたオイルランプは、戸田村に隣接する井田村住人がアメリカへの出稼ぎから帰る際、明治30年代に作成された BH 社オイルランプを明治末頃寄贈したものである。ランプ釣り天井飾りはいずれも漆喰で描かれている。正門には、伊豆石で作られた高さ9尺の門柱が左右にある。外周には、 積層石切り石の石塀が設置されている。正門と母屋の間にはアーチ門があり、左右に石塀が設置されている。外壁は上部を白しっくい塗り、下部を生小壁でできている。松城屋を表すと言われる松の文様が、外扉下に左右に箇所刻まれている。胸端瓦については、松城屋の家門である木工門が使われている。外壁は、 白漆喰と生小壁でできている。1階には、両階黒漆喰塗り扉付きの戸口と、2階南面に、両階白漆喰扉付けがある。胸橋瓦については、屋号で専門が使われている。外壁は、大壁作り白漆喰塗りである胸橋瓦については、松城屋の家門である木工門が使われている。1階は東西に6畳2室を並べ、2階は8畳1室と、する。 外壁は白漆喰と生子壁でできている。西面中央に両海黒漆喰塗り扉付き戸口と二階南面に両海白漆喰扉付け窓が設置されている。胸端瓦については屋号で専門が使われている。母屋には漆喰彫刻が施され、土前入り口外側のボタン、一階前南土天井の秋の実り、二階天井の竜、 二階南側縁の宇宙の虎などがある。入江長八は固定種として知られるが、松城や住宅には盛んそのものの長八の技術が伺える得意な建築装飾も二階の壁面に現れている。次の間の床の間一軒が奥行き二十センチメートル弱のネズミ色の壁面で、壁一面に着物の絞り模様のような文様が刻まれている。壁面が締まっている状態で、 薄い布をかぶせ、その布を軽くつまんで絞るように描かれたものと思われ、光を当てることで微妙に変化する壁面の肌合いを見せる工夫とみられる。このほか特徴的な装飾に掛け軸を土壁で描いた完売の塗り掛け軸と呼ばれる壁画がある。掛け軸の刺繍をすり切れさせ、軸は丸く盛り上がり、古びて見せるなど手が込んだものとなっている。1875年。 長八61歳の檻の作とされる。以下に述べるのは、長八の手によるものと見られる天井に設けられたランプ掛けの装飾作品である。落款のない作品群であるが、固定の特徴から長八作品と見られている。上記のほか静岡新聞到築時観光物を複数参照。ありがとうございます。